石炭やベントナイトが主原料の伝統的な豆炭バーベキューなどに使われる木炭由来の豆炭豆炭は石炭や低温コークスやアタリや無塩炭や木炭などの粉を混ぜ決着剤とともに豆状に成形した固形燃料欧州の成形石炭をもとに日本の家庭用燃料として扱いやすく改良開発されて生まれたものが豆炭である形状は 中央に厚みと丸みのある豆状の正方形で、変調は 5cm 程度であり固く重い。通常は十数種類の石炭をブレンドして製造されるが、木炭、コーライトなどが用いられている場合もある。これらを粉末にし、小石灰やピッチ、ベントナイトなどを混ぜ合わせ、豆状に成形し、乾燥炉で焼成して作られる。圧縮して成形するプレス部分以外は、 成分配合を含め製造ラインの多くが練炭と共通の部分が多い。豆炭を使う豆炭ご達は電力が要らず安定した段を長時間得ることができることから松江城をめぐる松江堀川遊覧船など静かな堀や川をめぐる遊覧船のご達で使われている例も多く人気を博している。なお蒸気機関車など石炭でボイラーを沸かす蒸気機関では 工業用の豆炭が現在も使われている場合がある。この豆炭には消臭の役割を担う成分は添加されず、ボイラー燃焼と燃料搬入を効率化させるために利用されている。家庭用燃料の豆炭とは違い、形状はそれほど整っていない。日本では工業用も豆炭という名称で呼ばれているが諸外国のコールブリケットと同じものである。 近年の100円ショップやホームセンターでは欧米で普及しているチャコールブリケットが豆炭という名称で販売されていることがある。これは日本の伝統的な豆炭とは異なり、木炭粉を主原料として成形されている。木炭粉を固めたものなので豆炭というより、むしろタドンとの一種と考えた方が適切ではある。石炭由来のものより軽く、表面は柔らかい。 また燃焼時間は2時間程度であるヨガタンと似た燃焼をする。燃えかすは通常の木炭のものと似た灰が残る。登場は1920年と練炭ンンよりも古く、かつては火鉢や七輪にやコンロで木炭のように使われ、半世紀近く生活必需品として重宝されていたが、現在は豆炭式こたつや豆炭安化の燃料としての需要がほとんどである。 木炭より長時間安定して燃焼する性質から、近年は、ダッチオーブンで揚げ豚の上に乗せて加熱させる、固形燃料の役割としても用いられてきている。豆炭の製造販売に関わっている蒸気5社は、豆炭安価や豆炭ごたつなどの関連製品の製造にも関わっており、練炭ンンなどの他の固形燃料の製造メーカーとともに、日本練炭ンン工業界を形成している。 燃焼開始から数時間を経た豆炭。練炭と似た年収と燃焼過程をたどる中華人民共和国の一部では今も調理用の燃料として用いられている。以前は豆炭の材料となる石炭の硫黄成分の問題により硫黄酸化物など酸性雨の原因物質を大量に発生させるなどの問題点があった。このため中国政府と日本のボランティアにより 小石灰や揉み殻などを混ぜる独自の豆炭の普及活動が行われ、酸性雨問題の軽減に役立っている。ありがとうございます。